今回は2024年冬アニメで、まあ、決してね、スタートダッシュ悪くないはずなんだけど、まあ、どうにもみんなゼロは切りしてそうなアニメだけど、まあ、とりあえず序盤だけ見て合うかどうか考えてほしいっていうアニメ4本について語っていこうと思います。まあ、ブレイバーンとか指先と連々とかは、まあ、結構話題になってる感じで、まあ、結構人を選ぶ作品ではあると思うんだけど、まあ、今回取り上げる作品はなんか話題性に欠けるのもったいないなと思うので、ちょっと語っていこうと思います。まず最初に取り上げるのが、愚かな天使は悪魔と劣る、カナテンですね。うん、まあ、カナテンは2016年から電撃魔王で連載されてる、まあ、ラブコメディギャグアニメで、まあ、制作会社はチルドレン・ズ・プレイ・グラウンド・エンターテインメントで、まあ、ぶっちゃけビリビリの子会社なんだけど、まあ、最果てのパラディン1期は割と良かったから、まあ、その流れで、まあ、ガイナってところと組んで、まあ、あれこれやってるって感じですかね。うん。まあ、カナテンのあらすじに関しては、まあ、悪魔の男主人公のアクツくんが、まあ、人間界にやってくるんだけど、まあ、そこで天音リリーという儚げな、まあ、桜彩音さんの、まあ、美少女に仲間として勧誘しようとするんだけど、そのリリーは、まあ、実は、イキリ、恋愛クソ雑魚、ロリババ区長の天使リリーだった。こうして、悪魔、阿久津と、まあ、天使リリーの恋愛頭脳戦が幕を開けるということだった。まあ、働く魔王様とかぐや様をこぐらせたいのを合わせたような作品で、まあ、結構ギャグも多いんだけど、結構恋愛要素も強くて、まあ割と角川のアニメらしい作品かなって思う。うん。まあリリーのなんか、イキリ恋愛クソ雑魚ロリババっぷりは、まあ2話から出てくるので、まあできれば1話2話見て判断してほしいなと思うんだけど、なんか無駄に脳内恋愛頭脳戦やってる時に、まあルフィの田中真由美さんと、まあ悟空さんの野沢雅子さんが殴り合いを始めるという、まあ人は選ぶギャグなんだけど、まあ、B 級アニメとして結構好きだし、あとね、これね、原作履修したけど、第1部がめっちゃキリ良いから、ワンクールでの締めがめっちゃ良くなるはず。まあ、プロモーションビデオ見ても、第1部ラストまでやるみたいだし、阿久津とリリーの関係がめっちゃ良いんだ。うん。少なくとも俺は阿久津のこと、まあ、結構好きだし、カナテンは、まあ、B 級アニメとして、まあ、結構、割と楽しんでますね。はい。次に紹介するのが、明治激剣1874年。これは、紬秋田ラボという、まあ、新鋭会社の初の元請け作品ですね。まあ、ちなみにこの紬秋田ラボっていうのが、まあ、春に、まあ、転生したら第七王子だったので、まあ、気ままに魔術を極めますっていう、まあ、講談社の切り札の一つのナローをやるんだけど、まあ、そっちもプロモーションビデオ良かったから、まあ、こっちの明治激剣にも期待してたんだけど、いや、作がめっちゃ良いですね。うん。明治激剣は、とりあえず BS 松竹でやってるアニメなんだけど、まあ、これ見れるかなって不安だったけど、結構 D アニメストアに落としてくれたから見たけど、いや、作画がめっちゃ良かった。うん。シナリオ面ではちょっと、まだ未知数だし、オリジナルアニメだから、まあ何かわかんないところもあるんだけど、まあ、とりあえず時代背景的に、流浪に剣心なのかなって思った。まあ結構トンチキなバトル展開もあったりして、まあ、とにかく作画と雰囲気を楽しむアニメって感じか。紬秋田ラボはね、こう、本当にね、元受けとしてはこれが先なんだけど、まあ、ここ2020年代に入ってから、まあ、鬼滅の刃とか、推しの子とか、まあ、ガンダムとかにも関わってるし、紬秋田ラボが関わってると、なんか安定してる感じがあるから、いや、なんか応援したい制作スタジオだし、まあ、2024年冬アニメって結構初元受けアニメがみんなクオリティ作画は高いんだけど、まあ、これはさらに飛び抜けてますね。割と謎アニメなんだけど、騙されたと思って、作画を楽しんでほしいです。まあ、そしてあとはまあ、もうすでにレビューしてるけど、戦国妖子と魔女と野獣は、なんか反応薄いんだけど、みんなちゃんと見てるよね。いやまあ散々不安不安言ってきた中ではあれなんだけど、うん、まず戦国妖子の話しとくと、まあ多分連続サンクールっていうところで結構二の足踏んでる人も多いだろうけど、まず第一部の、まあ、世直し兄弟編ってやつやるんだけど、それが、まあなんかワンクールでとりあえず第一部完するらしいから、まあ二期以降どうするのかっていう考えにしても、まあ戦国妖子はまあ外れはないと思う。うん。
水上聡先生はスロースターターだけど、まあ、シリーズ通しての主人公である、まあ、しんすけが、まあ、世直しをする、まあ、陽子キツネの玉と、人間嫌いの人間であるジンカと出会って、まあ、さらに2話だと、まあ、しんすけの嫁であるシャグガンと、まあ、仲間になるっていうね、うん。いや、マジで、しんすけとシャグガンの関係いいからね。いや、戦国陽子はさ、思ったよりかなり良い敵だったから、まあ、バカにするために、あの、サミダレをうんとん言ってきた人たちが、まあ、ガンムシ決め込んでるような気もするんだけど、正直。いや、戦国陽子はマジで、これサンクールやるために色々と、まあ、コスト落としてんだなってのは感じるんだけど、まあ、タマやシャグガンは可愛いし、まあ、なんか普通に、あの、水上サトシワールドとして楽しみですよ。うん、あとは、魔女と野獣先輩ですね。うん。まあ、野獣先輩言ってるからあれなのかもしれないけど、本当にギドが、もともと野獣だったんだけど、魔女の呪いのせいで、女の子になっちゃったから、まあ、その呪いを解くために相棒と一緒に旅してるって感じ。まあ、ダークファンタジーだけど、復讐だけど、まあ、本当に下道な魔女を、まあ、ぶっ飛ばして、まあ、人助けしてるっていうところもあるし、まあ、個人的には、まあ、作画枚数は足りてないなりに、結構工夫して頑張ってんなって感じ。あれ、ラピスリライツとか、マガズバールファイトとか、まあ、天才王子の赤字国家再生術とかやってた頃の、まあ、工夫しながら頑張ってた頃の横浜アニメーションラボにようやく戻ってきたかなって感じ。まあ、破滅の王国も、漫画の癖はともかく、アニメとしてはそんな悪くなかったからね、破滅。漫画の癖が強いだけであれ。まあ、魔女と野獣も、まあ、結構人は選ぶかなって感じはするんだけど、ゼロ話切れはやめとけ、本当に。まあ、刺さる人にはかなり刺さると思う。まあ、一つ言えるのは、野獣が、まあ、可愛い女の子に TS させられて、トランスセクシャルさせられて、俺っ子やってるところが可愛いっていうのは間違いなくあるから。まあ、今回取り上げた4作って、本当になんかさ、みんなゼロ話切れしてそうな感じあるから、もったいねえなと思う。別に万人向けするとは全く思ってないけど、まあ、それは何につけても今同じだから、俺はこの4作全部楽しみだし、まあ、明治激剣なんかは最後どうなるのか不安だし、他3作も作画が持つか不安はあるんだけど、まあ、でも序盤は面白かった。うん、ゼロ上げりしなくてよかったと本当に思うから、俺はみんなに見てほしいと思ってこういう動画上げてるし、君もアニメ沼に落ちよう。そして、阿久津と、ジンカと、まあ、ギドの方向を聞け、魂の叫びを聞くんだ。いや本当にジンカと阿久津マジで似てるから、あの二人、一部ラストどっちも最初話まで見ればわかるから。明治激剣はまあ紬秋田ラボを応援したい。あそこね、本当にね、いろいろと新しい試みやってて、アニメ業界の風習を変えようとした結果、すごくなんか良い作画出してくれてるって感じするから、まあ内容がどうなるのか不安はあるけど、紬秋田ラボは応援したいです。うん。うん、という感じでした。うん。2024年冬アニメね、本当にね、大豊作なんだよ。うん。だからみんなもいろんなアニメを見て、チョイスしていくといいと思う。まあ、そんな感じの動画でした。みんなもアニメ見ましょう。以上です。